なんだこの映像は、めっちゃきめ細かくて、動きもヌルヌルじゃないか。4K144Hz 対応のディスプレイだからな。おいしい。うちにはそんな高額なディスプレイを買うお金なんてありませんよ。早く返してきなさい。5万円台で買えたぞ。詳しく聞こうか。よかろう。今回紹介する商品はこちら。アステックスの AIHKG28 だ。これは。ああ、箱を見てすでにわかるように。4K144Hz 対応のゲーミングモニター。映像の切り替え速度はオーバードライブで1ミリセカンド、可変リフレッシュレートにも対応で、映像を滑らかに表示。もちろん、出先角にも対応、さらに、縦、横、高さ調整に加え、回転することで、縦画面にすることも可能。それなのになんとお値段。俺の波がすごいの。お前はブラウン管テレビでゲームでもやってろ。高持ちガジェット。ふう、何事もなくちゃんと組み立てられたな。いや、そりゃ普通にできるだろ。いや、ガジェット製品は値段が安くなればなるほど、ハズレを引きやすくなるからな。ネジ穴が合わないとかな。だけどこの AIHKG28 は、そんなこともなく、外観の品質も良さそうだな。これは期待できますね。接続の端子は、右から、3.5mm のステレオミニジャック、ディスプレイポートが2つ、HDMI2.1、HDMI2.0、24V 3A の電源プラグジャック。映像端子が豊富だな。ああ。この4つの映像端子のどれを選んでも、このモニターの最大スペックの 4K144Hz は出せそうだな。でもなんで映像端子がこんなに色々あるんだ ?PC 関係の映像端子にはディスプレイポートがよく使われているけど、テレビも含め一般的に映像端子に使われているのは HDMI なんだから、ディスプレイポートなんて使わなければいいのに。このあたりは話すと長くなるから、ものすごーく簡単に言うと、HDMI を使用するには、ライセンス料を支払う必要があるからだ。なるほど、作った製品に HDMI を組み込むにはこれを払う必要があるのか。ああ、そうだ。だから PC 側の企業は、それを回避するために、ライセンスが発生しないディスプレイポートを開発したんだ。まあそれでもやっぱり、HDMI の需要は高いから、完全になくすことは難しそうだけどな。なるほど、ずっとライトニングにこだわっていた会社とは違うんだな。あれは負け戦と分かっていても意地張ってただけだろ。そして左サイドには、正面から見ると右になります。各操作ができる。電源ボタン、ゲームメニュー表示ボタン、音量表示ボタン、OSD メニューボタン、入力切り替えボタン、という感じで、ここでいろいろ設定を触ることができるぞ。一つのボタンで複数の役割があるから覚えるのに少し時間がかかりそうだな。ああ、実際操作する場合は、こんな感じで、ボタンを見ずに感覚で操作するから、慣れるのには少し時間がかかりそうだ。贅沢を言えばリモコンが欲しかった。ディスプレイのエッジは、四隅が丸みを帯びた曲線になっていて、ベゼルも、1ミリあるかないかの超極薄だ。スタイリッシュでこれは満足できる。スタンドの足は正方形タイプ。支柱には楕円形の空洞があるな。これはディスプレイにケーブルを通すために空いてるな。ケーブルをまとめることができていいですね。しかも、この AIHKG28 は、このスペックとお値段にもかかわらず、画面の横回転、縦回転差、さらに高さの調整まで。さらにチルト機能もあるから上下の角度調整もできます。それじゃあさっきからそこで変なポーズでフリーズしているやつにやってもらおうか。 T シャツは10年ものです。時は動き出す。まず高さは、下の接地面からディスプレイ下エッジまでの距離が、最大で 175mm、最小で 45mm と、上下の可動幅は 130mm だ。なるほど、このズボンはもらいものですね。ディスプレイの話しろやこら。そして縦回転は90度、つまりこのディスプレイは縦画面にも対応している。諦めるな、まだ何か方法があるはずだ。どうやらディスプレイを前に傾けないと下のスタンドに引っかかるようだな。上下のチルトは上20度、下は15度まで稼働します。角度をつけてやればこの通りスタンドに引っかからずにちゃんと縦にすることができるぞ。万事解決。というわけで外観はこんな感じだな。それじゃあ次は実際の映像画面を見ていこうか。それでは次のシーンに。ジャンプアップ。釈迦持ちガジェット。
気だけでも楽しんでもらえたかな。やっぱり 4K は解像度が高いだけあって映像の細かい部分が鮮明だな。もし 4K とフル HD の解像度なんて大して差がないだろうと思っている方がいたら、デスクトップ上に何かファイルを置いてそこに表示される文字を 4K とフル HD で比較してみてください。一番違いを感じやすいです。リフレッシュレートの差も見るために右側に 4K60Hz のディスプレイを置いて比較してみるぞ。解像度は 4K 同士なのでほぼ互角に見えるのはいいとして、リフレッシュレートによる滑らかさもこれを見る限りでは違いが全然わかりませんね。確かにこの映像のような激しい髪の動きを目視で判断するのは難しいな。ということで映像を停止して見てみるぞ。おお、静止画で見ると右の 60Hz の方は残像が残っているな。ああ、この残像が左側にはないように、このブレが少ないおかげで映像が滑らかに見えるんだろうな。理解した。やはりこういう滑らかな映像を堪能したいなら、FPS や格闘ゲームをプレイするのが一番だろうな。そうだな。映像はともかく、リフレッシュレートは、目視での明らかな差は感じにくいかもしれないが、こういう操作に敏感なゲームは、キーボードやマウス、コントローラーなどを通じて感覚的に伝わりやすいだろうな。やっぱりゲームするならカクカクしたぎこちない操作感より、ぬるぬるで快適な操作感がいいよね。次はディスプレイに搭載されている機能を簡単に見ていこうか。このシーンは機能をダラダラと話しているだけなので、興味がない場合は NEXT の空気録音に飛ぶことをおすすめするぞ。まず明るさコントラスト、適切な設定にすることで目の疲れを減らしたり文字や画像を見やすくできるぞ。画面調節、ここはさっきよりももう少しコアな調整部分になるな。自分好みの映像に画面を調整して楽しむための設定だ。色温度、画面の色合いを赤みがかった暖色や青みがかった寒色に調整可能。適切な色温度に設定すればよりリアルで自然な映像を再現できるぞ。 OS setting、 今まさにディスプレイに表示されているこのメニュー画面の調整だな。言語を変更したりメニュー画面が表示される位置を移動させることができるぞ。リセット、設定のリセットやその他にもディスプレイに表示される映像を増やしたりなど画面に対する設定がここでできるぞ。ピクチャーインピクチャーモードはメイン映像にさらに他の映像出力を追加してその映像をこのメイン画面の好きな位置に表示させることが可能だ。一台のディスプレイでデュアル画面っぽいことをしている感じかな。まあ強制的に追加入力された画面が被るから作業用目的としては論外だけどな。そこで画面が被るのが嫌というやつにはピクチャーバイピクチャーモードだ。このモードは2つの違うデバイス映像を左右できっちり分けてお互いフル画面で表示可能だ。さっきみたいに画面の一部が隠れて見えなくならないのはいいな。ああ、ただ見てわかる通り、分割した分、画面の比率が変わるので、そこの調整は必要だな。その他、ディスプレイとつなぐ入力の端子設定や、スピーカーの音量調整、応答速度をブーストしたり、フレームレートを自動調整したりなど、ゲームの操作性向上のための設定が、ここに集まってる感じだ。というように、メニュー画面はこんなところだな。そしてこのメニュー画面とは別に、ゲームをプレイするときに役立つかもしれない。ゲームメニュー画面もある、一番左のゲームカーサーでは、4つの中から好きなターゲットマークを選択して、画面の中心に表示させることが可能。FPS プレイ時にターゲットをロックオンするのに使えるのかな。真ん中にある、ゲームタイムでは、10分から90分まである時間の中から1つ選択して、ポジションで表示させる位置を決定したら、カウント式のタイマーが表示されて、時間が経つとディスプレイが落ちる。お母さんに、ゲームは1日30分までよ、って言われて、この設定をされてしまったらもう時間をごまかしてプレイすることができないな。そして一番右は現在のフレームレートの値をディスプレイに表示。うん、ちゃんと 144Hz 出てるな。という機能もついています。なるほど、さすがゲーミングモニターなだけあるな。どうでもいい機能を入れてくるところが。では最後にディスプレイに搭載されているスピーカーの音質を聞いてみようか。出だしから30秒ぐらいまで流します。という感じです。まあディスプレイに搭載されている一般的な音質レベルだな。なので音は外付けスピーカーを買って聞きましょう。音符というわけで今回のシャカモチの総合評価は星4つです。シャカモチガジェット。それではこの AIHKG28 のまとめだ。 AIHKG28 をおすすめしたい人は高解像度で滑らかな映像が見たい人、 4K の 144Hz で綺麗でヌルヌル動きます。ディスプレイの位置を細かく調整したい人、高さや角度に加え縦画面にすることも可能です。処理落ちによるカク付きを抑えたい人、下線リフレッシュレートにも対応、逆におすすめじゃない方はブランドにこだわりがある人、
中国の製品を日本の商社が販売しているので、メーカーとしてのブランド力はないです多分。家庭用ゲーム機で可変リフレッシュレートを使用したい人。可変リフレッシュレートは PC のみ対応です。といったところだな。今回の動画はここまでだ。感想や意見などあったら、ぜひコメント欄によろしくお願いだ。そして、高評価とチャンネル登録もよろしくね。それではここまで見ていただき、ありがとうございました。それではまた。